今回このメンバーで座談会をやりたいと思います。よろしくお願いします。さらにこういうイベントやったら僕はF リーガーの現役の選手たちとやることがあるんですけど、もう異次元、ゴールキーパーは投げた方かな、それを畑でファーストタッチして、そのピヨンって浮かしてディフェンスかわして、その浮いた球をもう一回ループで決めた人間がいて、あ、ユニフォーム紛失事件ではないですか？あるある、全然ある、全然ある。影響とか絶対ありますよね。あるある、我々の教授もあったんですけど、ね、あった地区を、いや、取られない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 、一般では多分取られない、取るタイプ、逆に取るタイプ、取るタイプ、欲しいみたいな、あ、強豪校あるあるですね。あるあるある、ユニフォーム紛失事件しょっちゅうなくなってたよ。そうそうそう、誰が持っていくんだ。いや、本当ですね、なんかマニアがいるんですかね。不思議だわ。カゴごと得られましたから、それこっそり抜かれましたね、全部。怖な人がいるんだね。うちらもケミ側で昔隠してた。あ、そうですか。隠してたなんかそういうコインランドリーっていうか、ああいうのがあった。ああ、ありましたね。あそこでよその、ほら、よその人がいると、はい、隠しちゃうか。日の丸とか取っちゃうか。 JFA のやつ、そうそう、取っちゃうか。 JFA のやつも憧れましたね、最初。そうだね、あれね、本当に。わかるわかる。当時はさ、なんか俺らじゃトレセンとかだった。そうそう、トレセン、トレセン。俺は行ったことないの、言われたことない。あ、そうですか。俺は2年ですからね。小学校 6年とか中1からサッカー本格的になったから、だからもうみんな、なんかトレセン、トレセンと、トレセンの集まりがあったらよく分かったんだけど、 CTC とか。そう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 、はい、当然広島さんだよ。クッククモさん、俺もなんもない。あ、なんもない、はい、そうか。やっぱ悪いと思うやつなんだ。呼んだら、呼んだらやっぱり出たことないやっぱ、そうか、あれまた選ばれてるんだと思うじゃないかね。ああいうのって結構ね、憧れ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 、行きたいな。それって俺、磯貝さんにも若干憧れあって、大学入る前かな、バルテロナオリンピック代表で最初に入ってたじゃないですか。で、年齢制限ついて、そうそう、発球やってるじゃないですか。俺それで年齢制限ついてから入ったんですよ。結局8月、あ、1月、8月でした。あの制限がついてなかった磯貝さんも入ってたんですよ、もともと。そのちょうど入れ替わりだったんですよ。なるほど。同じポジションなんで。あの制限って何当時何で何月とか生まれ ?8 月だよ。今もそうだよ、ね。今もそう。今もあるんじゃないですか、ね。23歳以下の。とかのその以下がね。今1月かもしれないですけど。ね、はい。早生まれから、うん。だから結局さ、入れないんですよ。永遠に入れないんですよ。17とかさ。結局2年大きいってなるじゃん。永遠に入れない。8月以降は入れるって。入れるでしょ。だから俺とか遅生まれだから。俺6月だから入れる。無理だ。無理だ。そうです、そうです。もともと入りたいと思っても、俺らみたいに無理だったからね。そうそう。でもユースとか入るの難しいんだよ。だから。一番下で入るのが難しいから。あ、そっかそっか。オリンピック、俺はアトランタ、俺の年の1月生まれからは、アトランタオリンピックに入る。俺11月28日生まれなんで、おふくろにあと1ヶ月遅くやってくれれば、アトランタオリンピック入れたのに。そういうのあるんだよね。あ、分かる分かる。だバルセロナはもう完全にベベです、一番下の方なんで、で最初ベンチも外れて完全にポカリ大でしたからね。いや、そういうのある、はい、ね、そういうのがなんかやっぱ記憶に残るもんね、はい、試合出てない方が記憶に残っちゃう。横山健三監督でした。そうそうそう、全然使ってくれなかったです。赤いユニフォームの時、赤いユニフォームの時タツ知らないの、赤いユニフォームの代表知ってる、代表が赤いユニフォームだったら知ってる。いや、分かる、分かる、分かる、分かんないよね。80年代後半戦、そう、メキシコワールドカップ予選、大学卒業するぐらいですよ。そうですよ、全部だよね、大学入ってぐらいですよ。なんていうか赤だったんですよ、暗黒時代でしたね、日本サッカーの。今考えられないね、赤いユニフォームで、代表が赤いユニフォームって今あれ韓国とやるときもあれですね、韓国ばかりですよね。そうです、逆でも当時青だったりしてね、韓国でもそう。ああ、そうでした、そういうのありましたね。なんかそうそう、なんか日本が当時は赤だったから向こう青だったりして、今反対になったらやっぱするじゃんね。面白いじゃないかね、見てると。大学の時からも代表行ったでしょ。そろそろ行ってたね、なんかよく分からない。その時に誰がいたんですか、中心、代表の中心。カズさんとかいたんですか。そうだ、カズさんとかいたね。カズさんもいたんだ。ラモスさんもいた。ラモスいなかった、まだ入らないけど。まだ入った。大学の時に同じ予算とか。何もだよね。その時に行ってんのよ。いや、行ってるっていうか、ちょろっと、いや、俺別で行ったのかなって、よくある、その B とか、なんかよくわかんない。あ、当時やっぱ B あったもんね。確かに B あってる。B 代表とかあったよね。そうそう。俺、大学入学するとき、
森山さん、ゴリさんが A 代表入って、で、ちょうど入学して練習行くじゃないですか。最初1週間ぐらいゴリさんいなくて、A 代表に入った人と一緒にやれるんだって、結構興奮してました。新しさの自由人なので。自由だね。で、まあ大学のきつい素走りやらずにずっとシュート練習してるんです、一人で。でも同級生の4年生からブンブンブン言われて、高校なんて一緒だよ。走る練習一切一切とは言わないんでやってなかったね。ふとふと見してやってなかった。ここのうちの中学校やってたの。で、だから俺がどっちかというと全部こなすタイプ。もうやりたくてしょうがない。マラドーナとやってよかったよ。マラドーナはね。やったんですか？だから何で先発で、ああ来ましたね。国立来た時に前日練習で俺ら呼ばれたの。あ、帝京高校。11人だけ行けたんだよね。そうだね。帝京高校。その時にうーわーっつってね、もう行けるだけでよかったんだけど、一緒にプレーできてるからね。だからちょうどね、朝日新聞かなんかが、あの、来たみたいな感じで、新聞に載った写真、マラドーナ写真に俺がマークついてるの。そう。行けるとこちゃんとずっとこうやってマークついてるのを、新聞社の方が送ってきてくれた。それを大事に受け取ってくれた。で、今回、まあ、残念なことこういうことになって、ちょっとインスタっていうか、すごいよね、SNS に上げたい。面白いです。坊主頭の俺が映ってる。ディエゴとやってんだよ。ディエゴとやってる。それでも提供あるわけですよね。そう、提供だから。そう。あと、国立のボールボーイとかもね、そうやってた。あれ、めっちゃいいですもんね、提供の人たち。でも、あれ、寒かったよ。めっちゃ薄れの割れてたね。行けることは嬉しいんだけど、とにかく寒かったよね。確かに帝京あるあるだね。当時はなんか優遇されてたなって思うね。だからほとんどあったよ、スーパースタープラティニとかも。そうですね、ユベントスの中に入れるから、ね、待ってから、もう確かに。だからディエゴにもあの試合した後に、はい、こうやってね、なんか怪我の方で来たわけ、おおすげえなと思って、コンテンツとかで爆笑して俺行けなかったんですよ、ちょっと事情で。自信がない。興味ないよ、多分。違う、ね、興味ない。じゃあ、ちょっと失敗した。ちょっといろんな失敗した例があってね。ここではちょっと言えないような失敗した例だから。でもね、あの時にね、エンマザがね、エンマザも言ってて、エンマザが当時のその、映るんですって。カメラですね。カメラ。持ってきてて、でみんなでこうやって撮ってもらったのよ。うん、そしたら、撮れてなかったの。それがショックで。なんですか、わかんないけど、エンマサあるあるじゃない。エンマサあジーコジーコやらなかったよ。だから、ただ押してるだけで。撮れてないって、あれ見るよ。カチャカチャ言ってたよ。回しながら。すんごい、あ、もう撮れましたぐらいも全部撮ってたの、みんな。したら、撮れてませんでしたって。何だ、どこ撮ったの。でも俺が、朝日新聞社のもう会社の感謝感謝の写真が残ってるの。本当だ、あれすごい。結果がね、すごいよね。ジーコもそうだけどね。また後なんだけど。そうね。ジーコとマラドーナやってるの。ウケる。すごいですね。マラドーナってなかなかやってない。マラドーナね。あの時は代表はね、試合してるけどね。あ、そうですね。